え、何ですかこの画角。何ですか。え、これ何ですか。こんにちは、ランです。こんにちは、ランです。ごめんなさいね、今日はちょっと画角が見つからなくて、部屋が汚くて一番綺麗に映るところがここだったんで、今日はここでオープニング撮ります。今日はですね、ルイカさんとプリクラ撮り比べしていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで今からねプリを撮りに行くんですけども、なんとプリで盛れるカラコン、私がイメージモデルをしております。皆さん何かわかりますか。はい、せーの、正解は、正解はプリモアです。はい、プリモアのカラコンをつけて2人でプリを撮り比べしていきたいと思います。最後にレーヌにこれは何のプリ機なのかっていうのを当ててもらいたいと思います。はい、はい、なんかよくプリ撮る方だったらこの写真は何のプリ機かっていうのは分かったりするのね。うん、まあ、レーヌはそんなにプリのこと詳しいわけじゃないけど、よく撮るプリ機だったら当てられるかなと思うんでね。うん、まあそんな感じでゆるく最後はねんねん当ててもらいたいと思います。はい、それを取りに行きましょう。それではスタート。行きましょう。この服懐かしくない。ここかわいい。ポロのピー、今日リボンつけました。バイバイ。はい、着きました。撮ってきます。行きましょうか。何で撮る。なんかね、プリマニア、まごみちゃんがモデルしてるやつなんですけど、それ撮りたくない。撮りたい。ちょっといろいろ撮りたいと思います。プリマニア撮ります。初めて撮る。じゃあ操作していきます。まずはプリマニアをプリモアで撮ります。プリリングベージュとプリパーリングで。どうかな。こんな風に撮るの。あと1枚。オーケー。プリマニア終了です。さすがに普段にこの場合で色とかなんか購入できる。まあ、お金はかからないけど、なんかもともとポイントみたいな中でベースメイクとかアイシャドウとかのセットが買えるの。じゃあ落書きします。プリリングベージュこんな感じ。プリパールグレー、ゲロっぽいね。はい、それではプリマニアでした。そう、プリ出るとこが違う。いいよ。さあどうなると思う。このプッシュなんだろう。新しいです。いいよ。すごい。おー、出ました。じゃあ次行きます。はい、次はいつものハルセカ。レーネはこれは当てれると思う。行ってきます。ハルセカです。誰と撮っても超怒れる。撮ったことなかったから、この機に撮ります。これを機に。誰に撮りたいな。リンゴボースで撮影が始まります。準備してください。頭の高さを合わせて、もっと速く強くし、ここで撮影。
ポーズが見当たらないの、ポーズが分かんない。はい、これが最後です。おお、それでは帰って比べてみましょう。帰ってきましたということで、ねえねもいます。こんにちは。こんにちは、髪染めた後のねえねです。イエーイ。はい、今回は何機種取りましたか？3機種取って、あの取り比べってちょっとしようと思ったんだけど、なんかねえねに当ててもらおうと思って、追加で、ね、急遽ね。そう当ててもらおうということで、はい、じゃあまずはこちらの機種から。じゃあちょっと耳塞いで。あーだってずじゃん。春色世界です。春世界。はい、じゃあいきます。これ簡単なの。え、私あの何取ったか全然知らないんですけど、当てられる自信あるのは春色とルートミーだけ。じゃあいくよ。はいはい。なんかルイカの顔がさ、いつもと違う。でもこの縦は大体あの春色なんですよ。正解。多分ね、はい、この縦具合は春色。そう、このねサイズ感わかるよね。サイズ感で分かっちゃうよね。そう、こちら春色世界で、ね、わかんの。でもルイカの顔がなんかいつもとちょっと違うから。カラコンが違う。カラコンか。だから今一瞬迷った、うん。これは簡単。春色は取ると思った。思った。取るよ、絶対取る。取ると思った。こっから難問なんですけど。マジ？結構。あの新しい機種だけヒントを出しておきます。春色世界がこちら。またねインスタにも載せようと思うんで見てください。じゃあ次いきます。次は。あわわ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 。耳塞いでください。アピマイ。アピマイです。せーの、ドン。全然わかんない。これが新しいプリキ。でも名前絶対知ってる。あから始まる。知らない知らない。アイドル？どういうの？四文字カタカナ。アイビス。なんかアピ？アピータ。え？何アピ？そこまでってわかんない。アピ。アピ。マリ？アピマイです。知らない知らない。全然わかんない。名前わかんないって。私新しいプリキとか疎いんですよね。確かにあるわ。あるでしょ。あるけど取ったことない。新しいのに挑戦しないから、ね、うん、挑戦して。でもなんか結構いい感じじゃない。うん、なんか可愛いザ女子みたいな感じの子だと、うん、に、うん、なれます、うん、私加工の縦縮めるやつが結構強かったから。あ、じゃあ面長の人とかにはいい、うんうん、私とか、はい、って感じで最後いきます。最後もモデルの方を言えば絶対に分かる。あ、はい、こちらプリマニアです。せーの、じゃん。画質めっちゃ綺麗だし。綺麗じゃん。漏れてるじゃん。漏れてるよね、うん、これ漏れてるじゃん、ルイカ。ね、漏れてるよね、うん、あのモデルさんを言ってあげてください、ルイカ。なごみちゃん。分かった。分かるよね。そう。でも名前が分かんない。プリマニ。プリマニ？あ？あ？プリマニアです。漏れてるじゃん。めっちゃ漏れたよ。うん、可愛い。漏れてる。私も撮ってみた。髪色変えたし。確かに。さあ、どのプリキが漏れましたか？じゃあ私がじゃあいい？第三者から見て漏れてるのに。OK、OK、はい。自分たちが漏れたと思うのは、プリマニア。同じです。一緒、うん、もう私今回全部漏れだと思う。うん、多分好みだと思う。これはあの本当に漏れた漏れないはあの個人の意見なので、うん、あと画質の好みとかあるから。そう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 。でも個人的には私今回全部結構漏れました、うん、漏れてた。じゃあ私がね、はい、まずルイカが漏れてるやつ。おー、あのここで違いました、はい、せーの、じゃーん。何ですか？あのなごみちゃんのやつ。あー、プリマニアね。プリマニア、うん、これルイカに合ってると思う、ね、うん、合ってると思う。で、私がミミのは、うん、じゃじゃーん、春色世界。はい、まあ、私も正直慣れてるっていうのは見慣れてると思う、春世界は、うん、でもミミは春世界で、レイカはプリマニアでした。で、2人はプリマニア。そうね、今回漏れたなと思ったのは、まあ、初めて撮ったっていうのもあるけど、うん、まあ、春世界定番。うん、私たちからしたら、ね、そうね、定番って感じかな、うん、はい。
アピマイも好きな人は好きだと思う。うん、すごい画質綺麗でした。そう、なんか可愛いキュルッとした女の子になれます、うん、でも耳に合ってたけどね今日。そうね、うん、プリーに合わせて髪型とかも、ね、そうやってもいいと思います。いろいろね変えたらいいかなと思いました。明日私も撮ってみたいと思います、はい、奥が深いですねプリクラですね。はい、ということで皆さんもぜひ撮ってみてください。あのここ一番重大、プリモアをつけて撮ってみてください。プリ撮るときはねつけてね、はい、皆さんプリモアつけてね。漏れました。はい、グレーもすごい綺麗に発色してた、うん、そうそう、よかった。せーの、最後見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。